どうも、思春期の子育てアドバイザーの道山家です。本日は高校生の子供、どこまで本人任せにすべきかっていうね、話をしていきたいと思います。いわゆる高校生の子育て法ですね。ではいただいた相談内容から読んでいきます。高1の息子、朝から体調不良で遅刻や欠席しがちです。無理に行かせるのはやめて、声かけも最低限にしていますがダメ、寝不足が原因とも思うのですが、就寝時間や起床時間を決めても守れません。単位が足りないと留年なことも本人は分かっているので、本人任せにしていいのでしょうかっていうことですね。はい、まあ親としてはね、どこまでこの本人任せにすればいいかっていうのがね、一番の悩みだと思うんですけど、まあ、今回の相談者の方の場合ね、それよりも先にちょっと意識してほしいことがあるんですね。なので今日はその部分と、あとはじゃあどのようにね、この本人任せにして、どこからはまあ親が干渉するかみたいな、その辺の考え方もね、今日はちょっとお話ししていきたいと思います。じゃあまず最初にですね、この方の場合、もう一番最初にすべきことはですね、このどこまで本人任せにすべきかっていうのを考えるのではなく、今子供がこの体調不良で学校に行けてないわけですよ。ってことは、なんで体調不良になっているかっていう原因をチェックするっていうのが最優先です。っていうのはですね、まあここが解決しない限り、親がどれだけサポートしようが解決できないんですよ。だから先にこの根本的な原因を解決するってことです。で、まあ、いろんな理由あると思うんですけど、僕がこれまでにね、相談乗ってきた結果、まあ、大体体調不良の原因って、その病気的なものは別ですよ。例えば風邪ひいてるとかね、そういう体調不良は別で、基本的に朝起きられないとかね、そういう系の体調不良っていうのは結局心の体調不良なんですよ。でこの場合、原因はだいたい愛情バロメーターが低いか、学校で問題が起こってるか、この大抵どちらかなんですね。愛情バロメーターが低いってどういうことかっていうと、まあ、お父さんのお母さんの愛情がしっかり子供に届くと、子供の心の中の愛情バロメーターがこう上がります。これ がですね、お父さんお母さんがどれだけね、頑張って子供に向き合ってもうまく届いていないと、愛情バロメーターっていうのは下がっちゃうんですよ。でこれが低いってことは、言い換えるなら親の愛情がうまく届いていないっていう状態です。でこの状態になると、子供はね、やっぱ家にいるだけで情緒不安定になるんですよ。で情緒不安定になるから心が苦しくなって、結果的に体調不良になるってことがよく起こります。じゃあそんな時にね、そうなっているかどうかを見る時に何を見ればいいかっていうと、まず親子関係ですね、お子さんとたわいもない話ができるか、この辺をチェックします。もしこれができないなら、愛情バロメーターが低い可能性が考えられます。あとは子供が安心して生活できているかっていうのも考えてみてください。例えば子供がね、じゃあ子供に、自分がもし子供だったら、この家に住んでいたら楽しく安心して過ごせているかなっていうのをイメージしてみるわけです。で過ごせているなら OK ですし、過ごせていない、まあ、例えばじゃあ夫婦でね、毎晩喧嘩してるとかだったら、子供はちょっと安心できないじゃないですか。とかなんかちょっとでもね、休んだら今日は行かなくていいのとか常に言われるとかね、これも安心できないですよね。だこういうことがもし起こっているなら、その部分を改善しないといけないっていうことです。あと学校で問題が起こってる、まあ、例えば友達関係がね、うまくいってるかっていうのもやっぱチェックしてほしいですね。っていうのは、友達関係がやっぱうまくいかないと、子供は学校に行くだけでストレスを抱えてしまって、結果的に心の体調不良につながるからってことですね。で、まあ、この相談者の方はね、就寝時間がまあ遅いっていうのが良くないっていうふうに書かれているんですけど、じゃあなんで就寝時間が遅いのかっていうのも考えないといけないんです。そうすると、例えばですけど、じゃあ夜寝られないと、寝たくてもね。で、じゃあなんで寝られないか。それは心にストレスを抱えてしまっているから寝られないっていう、そういう流れも考えられますよね。であればやっぱそのストレスの原因が家庭にあるのか学校にあるのか、必ずどこかにあると思うので、そこを改善していかないといけないということです。で、じゃあそれらを踏まえてですよ、じゃあ親ができることって何か、こういったね、高校生の子に対して親ができることは何かっていうと、基本的にはね、3つしかありません。それが1番、愛情バロメーターアップ、2番は問題の原因の解決サポートで、3番は現実を伝えるってことですね。で、今回の相談者の方の場合、この単位が足りないと留年になることは本人が分かっているって書かれているので、まあ、現実は多分ちゃんと伝わっています。だから3番はできています。ってことは1番と2番しか今やれることはありません。1番は何かっていうと、愛情バロメーターアップですね。これはまあさっきも言ったように、例えば子供にとって安心して楽しく過ごせる家庭を作ってあげるとか、あとは子供の要求をできるだけ聞いてあげるとかってことになります。この辺をやると子供は親の愛情をね、しっかり受け止めるので、愛情バロメーターが上がって、で心のまあストレスとかも解消されるっていうことですね。であと、問題の原因解決をサポートっていうのもできます。これは例えば友達関係がうまくいっていないなら、ちょっと高校の先生に相談してですね、
なんかうまくできる方法はないかっていうのをちょっと相談してみるとか、あとまあ必要であれば転校するとか、こういったことをまあ親子で一緒に話し合っていくってことですね。だからまあ本人に任せるかどうかとかそういう話ではなく、まず最初にこのできる3つのことを確実にやっていくってことが大事です。でじゃあどこまで本人に任せる、でどこから親がやるかっていうところですね。この部分なんですけど、まあこれ年齢ごとに結構ね、目安ではないですけど一つの考え方があります。っていうのは、年齢が小さい子、幼少期の子ほど親がしっかり干渉してあげる、で年齢が上がってくるにつれて干渉を減らしていくっていうのが一番大事になります。つまり年齢が上がれば上がるほどどんどん本人任せにする部分を増やしていくってことです。っていうのもこれイメージするとわかると思うんですけど、子供がね幼稚園とか保育園行ってた時って服すら一人で着られないことがありますよね。年少さんとかだったら。だったらそこですら最初親がこうやってあげてたわけじゃないですか。とか、まあ、トイレとかもね、最初の頃は、おむつでしちゃっているので、おしっこはね、トイレでしようねって言って、こう、干渉したりしていたわけじゃないですか。だから、本当に幼い子って、そこから干渉していかないといけないんですよ。でも、それが小学生ぐらいになったら、その辺はできるようになってきますよね。でも、まだ一人で遊びに行くとかはなかなかできないので、例えば遠くとかだったらね、そこは連れてってあげたりしますよね。で、あと、まあ、勉強とかもね、まあ、一人できなかったら手伝うとか。それが中学生ぐらいになってくると、まあ親と一緒に遊びに行くってだいぶ減ってきてですね、友達同士で遊べるようとかになってくるので、まあ親ができることって、本当に、なんだろうな、わからない問題とかがあったら、ちょっと教えてと頼まれたら教えるとか、それすら例えば私は塾でやりたいっていうんだったら、もう本当塾代を出してあげるとか、本当それぐらいになってきますよね、中学生になると。まあ、もちろん、まだまだ中学生とはいえ子供なので、できない部分は親が手伝ってあげないといけないんですけど、まあだいぶ幼稚園の子と比べたら減ってくるわけです。で、それが高校生にもなったらですね、もっと減ってきます。っていうのは、本当に今、この子はね、ちょっと、今、不登校なのでね、不登校傾向なので、ある程度親がまだサポート必要なんですけど、まあ、でも、きちんと学校に行けてる子だったら、本当に弁当を作ることぐらいになってきますよね。で、それが大学生とかになったら、もう本当に、まあ、なんだろうな、自分でバイトとかもできるようになってくるので、お小遣いをあげるとか、弁当を作るとかすらいらなくなる子もいますよね。まあ、強いて言うなら学費出してあげるとか、まあ、それぐらいになってくるわけですよ。だから、基本的に子育てというのは、この年齢がね、経ってくるにつれて、少しずつ親がやるべきことは減らしていかないといけないんです。で、それを減らすからこそ子供は自立していくんですよね。で、ただ、まあ、子供から頼まれたらやってあげていいんですよ。例えば、じゃあ今回のね、ケースで言うなら、まあ高校生だったらね、それぐらい一人でやってほしいって思うと思うんです。で、思うと思うんですが、例えば、じゃあ子供がね、朝起きられないと。で、お母さんちょっと起きられないから起こしてくれと、子供が頼んでくるなら起こしてあげていいわけですよ。なぜならまだ一人でできないからです。なので、まあ子供から頼まれたらする。でも、頼まれてもいないんだったら、まあ基本的にはやらないっていうぐらいな感覚でやっていくといいかなと思います。